こんにちは、センター政経担当します高橋です。これから、国際政治経済の分野について、何回かにわたって、お話したいと思います。さて、国際社会というテーマから今日は入っていきます。現在、世界にはどのくらいの国の数があるか皆さん知ってますか？約200もあるんですね。で、国連という組織がありますよね。で、国連に加盟している国、193カ国、加盟していない国もありますから、約200近く、国という国家というのが世界にはあります。国際社会というテーマで今日は始めるんですが、まず大事なことは定義ですね。国際社会というのは、ここにあります。主権国家相互の関係、これを国際社会というふうに、辞書にも教科書にも書いてありますよね。じゃあその主権国家相互の関係、具体的にどんな、内容なのか、お話していきたいと思います。まず国が200ぐらいあるっていう話をしましたよね。国家と国家と国家と、これ3つしか書いてないけど、これがたくさんあると考えてください。で、この、国と国の間ではさまざまな、対立があるかもしれません。あるいはさまざまなことで協力し合う関係かもしれません。協調ですよね。こうして私たちは、いろんな国との間で、交流をしながら現在この地球という世界の中で共存しているというのが、今の社会と考えてください。で、この国家については特に主権という概念がね、大事になってくるんですけども、こうした国際社会、国家間の関係というのの基本となる原則があります。それが、ここに書きました3点ですね。まずは国同士のお互いの権力と言ってもいいんですが、この対外的な独立性を示す主権というのがね、必ず対等である。これは面積が広かろうが、人口がたくさんあろうが少なかろうが、経済力が大きかろうが小さかろうが、これはどんな国でも対等であるというのが、原則です。これ主権対等の原則というふうに呼びます。それからそれぞれの国家の、関係をして調整していく上で、重要な要素としてあるのが内政不干渉という原則です。これはお互いの国の内部の問題にまでは深く関わらないようにしようと、お互いの権力、自主権、自主的な、取り組みというのを尊重しようというのが内政不干渉の原則ということになります。対等な国家同士の関係、これが、国際社会というのの基本になっているというふうにね、考えてもらうといいかなと思います。それから一つね、気をつけていただきたいのが、国際社会については統一的な権力機関、これは例えば日本の国内でいくと、国会、立法権を持っていますね。内閣、行政権を持っている、あるいは裁判所、言ってみれば国家権力、三権分立にはなっていますが国家権力ということで、我々は国民としては従わなくてはいけない、ということになるんですが、国際社会においては実はそういった統一的な権力機関というのは存在しないんです。今の時代においても存在しません。国連があるじゃないのと思われると思いますが、国連は
平和維持のための、ね、国際協調のための機関であって、権力機関ではありません。まあ、あの 国連の中ではさまざまな条約が、結ばれで、まあ、それに対して拘束力も発生しているものもありますけれども、基本的には、国連というのは警察権力のように、あるいは軍隊のように、まあ、国家を抑圧する力は持っていませんね。これはあくまで国家間の協調に基づいて平和と安定をの維持を図るためにね、設定されたもの、というふうに考えてください。でこれがですから、あの国際社会の特徴でもあります。統一的な権力機関は、なしということになります。なしと、まあ、これがあの国際社会の特徴であるというふうにね、あのまずはあの認識していただけたらと思います。さて、こうしたあの主権国家の理念、いつ頃からできたのかな。まあ、国なんてね、あの国なんてと言っては失礼ですけれども、古代からね、それこそ古代のギリシャローマの時代から国といえばね、国というものは存在したんです。ただし近代的な意味において国家というのが形成されてくるのは、実はまあそんなに昔ではない、って言ったらいいです。国際社会と呼ばれる今の状況が成立したとされるのは17世紀になってからというふうにね、覚えてください。で具体的には1648年、ウェストファリア条約というのが結ばれます。もう皆さん分かりますよね。ウェストファリア条約はドイツで起こった宗教戦争、30年戦争、これを収めるためにね、開かれた会議において、決定された、締結された条約ということになります。でこの中で大事なことは、各国主権の独立平等を確認、これが歴史的には初めて、ね、確認された、国家としての、権力ということになります。まあ、このことをもって、この主権を持った国家同士の間で結ばれたウェストファリア条約以降、いわゆる国際関係、国際社会というのがね、構築されたというふうに、定義されているというふうにね、考えてください。まあ、この主権国家というのは、この主権の概念というのは実は後でも出てきますけれども、16世紀、これはもう100年ほど遡りますけどもね、このウェストファリアよりね、フランスの、学者で、ジャン・ボーダンという人物です。まあ、このボーダンさん、当時、フランスではユグノー戦争という30年戦争の前にもう一つの宗教戦争があったわけですが、その中で、まあ、教皇の権威、権力に対抗する形で王権を正当化する理論として、主権という概念を初めて提起します。で、この主権の概念をベースにして各国が国王の権力を、主張し合うようになり、ね、で教皇なり当時の、まあ、神聖ローマ皇帝なりに対抗する形でね、各国ごとに、王政を強化していくことになります。これは絶対主義国家という形になると考えてください。まあ、いわゆる絶対主義が形成されてくる背景にあるのが、まあ、主権の概念であるということがね、ポイントとして押さえておいてほしいところです。それが18世紀になります。18世紀になると今度は、単に王ではなくて、ね、王に代わって市民が政治の主人公に、躍り出るような時代を迎えます。これは市民革命という時代を迎えると考えてください。まあ、アメリカの独立、あるいはフランス革命
これが典型的なね、市民の時代の到来を、象徴していると考えてください。そうすると今度は王の権力に対して、国民が、ね、王を打倒することで、政治の表舞台に出てくる時代になります。そして形成されることになるのが同じ国家でも、国民が主権者である国家、国民国家というのが徐々に18世紀から19世紀にかけて形成されてくることになるという、時代の推移をねたどるわけです。そして19世紀になると、国家統一を目指すナショナリズムであったり、あるいは、19世紀後半以降、ヨーロッパの列強が各地を植民地化していく中で、アジア、アフリカなどで発生してくるのが、民族自決の運動、自民族の独立運動というのにもね、つながっていきます。そうして、各国が、主権を競い合うようなね、近代国際社会というのがね、形成されてくるようになったと言ったらいいかなと思います。ここでまず押さえてほしいのは、国際社会というのはね、主権という概念が生まれたことによって、国と国の、関係、として成立してきたんだということです。それは17世紀、以来ということになります。さて、国際社会、主権国家相互の関係ということは分かったと思います。じゃあその国家って何でしょう。これを考えてみましょう。今度は、主権国家とは何か考えるときに、大体国って何、その定義っていうのがあるんですね。これが、国家の3要素と言われるものです。3つの要素から、国家というのが、存在していると考えてもらえばいいでしょう。3つとは領域ですよね。で、人民、国民がいて、そして先ほどやってきた主権という概念、この3つがあることによって国家というものの存在意義が、生まれると考えてください。それを、一つずつ確認していってみましょう。まず、領域と呼ばれるものが国家には必要です。領域、要は人々が住む場所がなければ国家というのが成立しないというふうに考えてもらえばいいですよね。領域は細かく言うと、まず領土があります。領土というのは、我々がこの今立っているこの土地のこと、これを領土というふうに言います。地面ですよね。土です。土があるところと考えてください。それから、領土だけではなくて、自分たちの周りの海の、一部といいますかね、これも、領域と考えられます。これを領海と呼びます。領海。さらに、この空の上ですね、領土、領海の真上の、空、これも領土というふうに、領域と考えることができます。ちょっと下手な絵ですが、絵を描いてみました。一応山です。日本は 島国ですので、周り海に囲まれていますので、結構馴染みのある図ではないかと思うんだけどね。領土があります。領域についてはね。それから結構難しいのがね、海は境がありませんよね。だからどこまでが領域で、どっから先がそうでないのか、これ実は、国連において条約が、締結されています。発効もしています。日本も批准しています。それが国連海洋法条約という条約ですね。今から17年前、1994年に発効し、で日本は2年後批准をしています。よく皆さんは、排他的経済水域200海里なんていう言葉をね、聞いた人も多いと思いますが、それが要は
法的に、国際法上認められたのがこの条約というふうに考えてください。で、領海の取り方なんですが、ここに機先というのがあります。機先というのはちょっと難しいですが、低潮線とも言います。低潮線というのは、干潮の時の、海岸線の位置、これを、低潮線と呼び、これを元にして、ここから、何キロ先、何海里先までっていうふうに、計算していく、計算といいますか測って領海を決めているんですね。で、まず領海については、12海里、と言います。1海里は、1852メートル約ね、外国では1マイルと言ったりね、する距離ですけども、12海里っていうと、計算してもらえばいいですよね。12倍します、約22キロメートルほど、つまり基線である低潮線から海の向こうまで22キロぐらい先までは、領海といって、日本だったら日本の領土ということになります。これたびたびね、外国、中国の漁船などが、侵入してきて領海侵犯とかね、問題になったり、することもありますよね。その領海です。それからさらに、その外側にあるのが排他的経済水域、これは EEZ というふうにもね、呼ばれるんですけども、要はこれが、経済水域、200海里の経済水域ということになります。200海里約360キロほどになりますかね。その範囲については、海洋資源あるいは大陸棚の資源の、優先的な採取権がこの、日本なら日本にあるという海域と、考えてください。それからその外側が公海と言います。公海というのは、これは、次回国際法について、学びたいと思いますが、公海自由の原則、どこの国でも自由に通れるよっていうね、国際慣習があります。その公海になります。200海里の、排他的経済水域の設定についてはいろんな国との、紛争の種になったりもね、する、わけで、皆さんもぜひ認識をしておいていただくといいかなと思います。それからですね、こういう場所があります。深海底ですとか、それから大気圏より外の宇宙、大気圏外ですよね。この深海底や大気圏外の宇宙に関しては、国連の国際法上、人類共有の財産ということになっています。ですので、どこの所属でもないっていうふうにね、考えておいてください。それから南極がありますよね。南極は、やはり国連の条約で南極条約というのがあります。ここもどこの国の領土でもない、ね、人類共有の財産という、原則になっています。領土、領海、領空に関しては、細かく言い出すと、キリはないんですが、これがまず国家として必要な要素であるというふうにね、考えてもらうといいかなと思います。それから2つ目に、これはわかると思いますが、人がいなければね、いくら土地があっても、国家とは呼べない、ということになります。人民あるいは括弧付きで国民というふうに書いてありますが、この、今触れました領域の中に住んでいる人々のことをね、人民あるいは国民と言います。特に国民という言い方についてはその国の国籍を有する人々というのがね、基本的にその国の国民、
ただ最近では、永住外国人も含め、国籍が違っても永住者についてはさまざまな権利がね認められるようになってきておりますので、まあこれもなかなか説明が難しい分野ではあるかと思うんですが、とりあえず、人がいるっていうことが2つ目の原理と考えてください。それから問題の主権ということですが、まあ先ほども、説明したように、主権の概念というのは、まあ16世紀フランスの、ボーダンが初めて提起した。これは、国王の権力を正当化する理論としてね、絶対王政を正当化する理論として生まれたというふうに考えて、言ってもらっていいんじゃないかなと思います。で、実はこの主権についてはここに書きましたが、ボーダンが最初想定した、国王の権力というのは国家の最高で絶対的な権力、他の誰にも、拘束されない、拘束を受けない、最高絶対の権力として、定義したわけなんですけども、現在においては実は主権の意味というのが3つあります。これが主権の3概念と呼ばれるもので、まあセンター試験等でも実際にどの、概念に該当する、説明なのか選びなさいみたいな問題がねたびたび出題されたりしてきています。まあ、ここに書きました3点ありますが、どんな意味で使ってるかということが大事なのでね、覚えていってほしいと思います。まず第一は国内最高権力という意味合いがあります。これちょっとね分かりにくいんですけども、国内の、いろんな政策政治を進めていく上の最終的な決定権を指すと考えてください。具体的にはね、例えば今の日本でいくと憲法の三大原則の一つでもありますね。国民主権という言い方をすることがあります。まあつまり主権者は国民である。この時の主権というのが、国内最高権力という意味で、使われる主権の意味だと考えてください。まあ、つまり誰がその権力を持っているかで国民主権といったり君主主権といったり明治時代天皇主権と呼んだりしているわけですよね。これは一つ目と考えてください。それから二つ目、これが対外的独立性というちょっと難しい言い方をしていますけども、つまり外国に対してこの国が完全に独立しているということを表す意味というふうに考えてください。他のいかなる国家の干渉も受けない、ということで、独立国家といった時の、主権の意味と考えてください。今回のテーマで進めてきている国際社会、国家間の関係、主権国家の関係という時の主権国家の意味で使っていると考えてください。それから実はもう一つ意味がありまして、これは国内における統治権。これは一般的にね、三権分立とか言いますよね。その時の三権、立法権であるとか行政権であるとか司法権である、こういったものまとめて統治権と言いますが、その三権といった時の、主権の意味、これが統治権という意味で使っていると、考えていただくと分かりやすいかなと思います。今日は、国際社会、とは何か、それから、それが17世紀以来、概念として形成されてきたこと、そして、その主権国家の、理念として国家の3要素、含めて、まとめておきます。この後ぜひ過去問を解いてみて、
最終的に確認していってもらえればいいかなと思います。以上です。